い、どうも皆さんこんにちは、アダムです。ということで本日はついに数日後に迫りました日向坂46全国ツアーハッピートレインツアーの宮城公演についてお話ししていきたいと思います。実はですね、8月の末ぐらいに公式からこんな案内が出てました。もしかしたら忘れてる方がいるかなと思うんですけど、会場となる積水ハイムスーパーアリーナ最寄り駅からなんと徒歩45分です。やばい。なので公式の方からですね、シャトルバスと増便のバスが出るということになっております。増便される路線バスなんですけど、これが私的に一番おすすめかなと思います。なんせね、値段が安い。仙台駅から岐阜駅までだいたい240円ぐらいで行けるんですね、片道。そこからバスだとさらに250円で、まあだいたい500円ぐらいで行けるんです、片道で。往復1000円ぐらいで行けるんですけど、仙台から、まあ、ちょっとねお金節約したいなっていう人はバスと電車使うのが一番いいかなと思います。あとはですね、この10月っていうのもあるんですけど、会場自体結構山をね登ったところにあります。周り住宅街なんですけど結構寒いです。なので上に羽織るもの絶対持ってきた方がいいです。日中は暑い。逆にここからはですね、おまけなんですけども、遠方からね、せっかく仙台に来たっていう方は、まあお土産とか美味しい仙台グルメ食べて帰りたいなって思う方いるかもしれないんですけども、まあ、個人的におすすめの宮城グルメ、やっぱり牛タンはね、もう絶対食べてほしい。美味しいですよね。もう新幹線で来られる方は、新幹線降りた改札出たところがちょうど2階なんですね、仙台駅の。で、2階のところにちょうど牛タンロードみたいに、牛タンのお店が両脇にバーってこう並んでるところがあるの で、ぜひね、そのお店どこで食べても美味しいんで、ぜひ食べてほしいのが一つと、牛タンを食べたら、そのちょっと手前のカーブのところに、ずんだシェイク売ってるところあるんですよ。めっちゃ美味しいんで、ぜひ飲んでほしい。あとはお土産、伊達絵巻どうでしょうか。シンプルなんですけど、ミニバウクーヘンの真ん中が穴開いてて、中にあんことかクリームとかが入ってるお菓子なんですけど、これ美味しいです。なんか見た目すごい渋いんですけど、おすすめのお土産です。いや、正直、めちゃくちゃ行きたかったです。まあ、近いっていうのもあるんですけど、あいにくね、どうしても外せない用事があったんで、今回は参加せずということで、とりあえずまだまだ全国ツアー続きますんでね、行かれる方、めちゃくちゃ楽しいと思うんで、この間のね、横浜行ったばかりなんですけど、めちゃくちゃ楽しかったんで、期待してていいと思います。ということでね、ぜひ宮城公園来られる方はね、安全に、はい、いらしてください。ということで本日の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。